なんかレンズ汚れてたんか。炭酸飲む。よし。いやなんか。よいしょ。そう久しぶりになんかなんか久しぶりにさ、なんか動いたっていうか。なんかさ外行くのにしてもコンビニかスーパーかとかしか行ってなかったし、そうあとメンバーに会うのはマジで久しぶりだったから、そうちょっと5期生には会えなかったんですけど、メンバーに会って、そうなんか久しぶりに知ってる人に会ったみたいな。なんかスーパーとか行っても別に知ってる人いないからさ、そうなんか知ってる人に会えてよかったです、よかったですっていうか、でも、まあ、今日はメンバーに会えたけど、またさ今日からまた今月も会えない、会えるのかも分かんないじゃん、メンバーとかにも。そうだから分かんないけど、今日は貴重な時間でした。あーそう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 、今日楓の誕生日なんだよね。さっきなんかさ楓とのツーショットをさめっちゃ探したんだけど、なんかね、なんかいい写真っていうか、なんて言うんだろう、ツイッターとかに載せた写真はあるんですけど、なんかねどこにも載せてない感じの写真とかなくて、そのめっちゃ一緒に公園とか出るわけじゃないからなくてね、そうめっちゃね、やっと見つけたのがちょっとめっちゃブレブレの写真で、結局それにしちゃったんだけど、そうあんまりなかったね写真が。ブーちゃんさん金魚ありがとうございます。スボンテちゃんさんレインボースターありがとうございます。そうでさ、もう今日も本当は20時半からショールームしようとして、今21時10分21時15分くらいからショールーム始めたんですけど、本当は20時半からやる予定やろうとしてたんだけど、なんかね眠と思って、眠と思って、眠と思って、そうで、なんか20時半からやりたかったけど眠すぎて、じゃあ20時45分まで15分寝ようと思ったの。でもなんか15分後に1回起きたんですけど、それでもなんか眠くて、めっちゃちゃんと寝たんですけど今日めっちゃ眠くて、それでもで、うんと思って、だから次21時まで寝ようと思って、もう一回21時まで寝て、うーんって思って21時15分くらいまで寝てた。あ、だから合計するとね40分くらい寝ちゃった。そうめっちゃ、ね、眠いんだよなんかいつも。睡眠してもね、睡眠不足じゃなくても眠いんですよね。赤さん、海北さん、ハートありがとうございます。あ、AN さん、だるまありがとうございます。そうだから、で、本当は髪の毛なんかストレートアイロンするつもりだったけど、前髪もなんかやるつもりだったけど寝てたからもうショールームやる時間になっちゃって、ボソボソだったから、なんか今日雨降っててさ家出た時に、だからアイロンを、間違えた、アイロンをして学校じゃない、アイロンをして行ったんですよ今日は。そしたらストレートにしてね、もう雨でね家出た瞬間にもうボソボソになって悲しかった。アイロンした意味ないやと思って、まあ、分かってはいたんだけど、
もしかしたら今日何かの違いで雨だけど頭ボサボサになんないかもとか思って、そういつもストレートにしていくんですけど、外出たらやっぱ今日もダメかっていう、髪質だよね。フォローしましたってありがとうございます。ヒッピネスさん、チアナゴありがとうございます。明日の月曜深夜 CS でシャッターホラー、深夜 CS って何？ CS って誰でも見れるチャンネルなのかな。誰でも見れるチャンネルしか見れないんだよね。そう、福岡はね結構雨で洗濯物があれなんだよね、なんか干せない、 なんかね、あでも今日はもう降らないのかな。あひじりもなんか今天気予報、まあ、結構参考にはするけどがっちり信じないようにしてて、あの天気予報なんか最近雨が急に降ったりするんで、あんまり信じないようにしてるから、洗濯物を外に干すっていう行為をマジで何ヶ月かしてない、ちょっと6月くらいからしてなくて、梅雨くらいから。でもなんか秋とかになったら多分雨降らないと思うんだけど、そう6月くらいからね一回も外に洗濯物干してない、だからベランダのドア開けてない。広瀬さん、広瀬さんハートありがとうございます。そうだからね全然ね、なんか洗濯物干すの結構嫌いなんだけど、嫌いっていうか家事が結構苦手なんですけど、そうなんか室内に洗濯干すのだったら、まあ外に干すのよりはまだ好きなんですよ。だからね、だからねって結構口癖かも。そうだから、そうそう中に干す方が嬉しいけど、雨の時期が終わったらねちゃんと外に干すようにしてる。でも室内に干してるとさ、室内乾燥機とかあったらさ2時間とかで乾くんですよ。2時間とか 2.5 時間とかね、そしたらめっちゃさすぐ乾くから便利なんだよね。ただお風呂が入れないその間、それがね何点だっけ。スカパー、あスカパーね、スカパーだったらひじり見れないわ。でもなんか見たい映画があって、あの哀愁シンデレラっていうなんか土屋太鳳さんとかの映画があるんですけど、ひじりアマゾンプライム映画見れる系の、アマゾンプライムじゃないネットフリックス映画見れる系の会員登録してるのがネットフリしかなくて、そうそしたら見れないんですよね、ネットフリで。それアマゾンプライムとかでは見れる、ユーネクストとかであるらしいんだけど、ネットフリなくて、そう、それが涙涙涙って感じ。関東晴れてる、おーいいな。結構雨、あ今降ってるか分かんないけど、朝っていうか昼は降ってました。ひじりがなんか好きな家事はなくて、何が好きなんだろうね、ひじりって家事っていうか、そのやっぱちょっとライト欲しいな、明日から照明サボらないでつけようか。ね、なんか結構家事は嫌だけど、洗い物とかが一番くらい苦手。洗い物、なんか家事って何がある、洗い物、洗濯しかなくね、え食器洗いと洗濯と畳むとか、畳まないひじり山から抜き取る、そんな感じか。全然ないね家事って意外と。いやなんか掃除とか本当あるんだろう、掃除はたまにやる。掃除、あ掃除が一番嫌いかも、食器よりも掃除。なんかさ食器とか洗濯物ってさもうたまったら絶対にやらなきゃいけないじゃん。だけどなんか掃除ってたまらないじゃん、ほこり、なんか床拭いたりは結構するけど、掃除機ペアってやったりとかするけど、なんかちゃんとした掃除ってさなんか難しいよね、掃除苦手なんだよね。テレビのドラマ見てない、見てない。
全然ドラマ見てないよ。掃除、ゴミ捨て、あ、ゴミ捨ては得意だよ、捨てるだけだから。ゴミ得意っていうか、ゴミ捨ては持っていくだけだからめっちゃ好き、好きではないけど、うん、全然楽だと思う。ゴミ箱に、ゴミ箱っていうかゴミ袋にこうブラッとぎゅうぎゅうに詰めて捨てに行くだけなんで、ね、えじれ片付けは本当、片付け掃除、片付けと掃除って違うのかな、結構苦手だな。なんか今日掃除するぞって言って1週間後もまだねでしてない、なんて言うんだろう、なんか掃除機とかとは別で片付け、物がごちゃごちゃしてて片付けるのはよし今日やるぞって決めた1週間後になってもやりませんね。なんて言うんだろう、今日絶対やるって決めるんだけど結果1週間後でもまだやってないみたいな。だから口だけやるぞって決めても絶対やんない。カズさん、タツのお年がありがとうございます。こんばんは。なんか最近さ、なんか昨日とか寝るときになんかキッチンから何かが落ちて、なんかちょっと前もあったんですよ、ちょっと前も一回4時とか遅いんだけど4時か3時くらい、3時か4時くらいに寝ようとしたらなんかキッチンの方でなんかが落ちる音がして、でなんかちょっと前っていうか、ちょっと前っていうか本当数日前にそれもうベッド入ってて寝るぞって時に そうなっちゃって寝れなくなっちゃって、数日前に。でその時はね、その日の晩はもうベッドから出れなかったんですけど、なんかビビっちゃって、でも次の朝ねキッチンの方行ったらなんか何も落ちてなかったんですよ。だから絶対なんか落ちた音するんだけどなと思って、でしたら昨日の夜またなんか落ちたんですよ。そう、同じくらいの時間に。昨日の夜はなんか塩が落ちて、でもそんなね、なんか端っこに置いてなかった、なんて言うんだろう、そんな落ちる、落ちます、落ちちゃうみたいな位置に塩置いてなかったのに落ちちゃってめっちゃ怖かったっていう。そのもうさ、3時寝ようとしてるの結構遅いじゃないですか。なのにそういう音が鳴ることによってもっと寝れなくなって、なんかスマホに行っちゃうんですよ、怖怖ってなって、そしたら全然寝れなくなっちゃう。しかもなんか昨日の夜はそれがその現象が2回目だったからちょっと怖くて、もうめっちゃね明るい音楽流して寝た。絶対睡眠用じゃないでしょみたいな、もうフォーってか、なんか盛り上がっていこうぜみたいな感じの曲を流して寝ました。そういうの流さないと寝ないんだよね、怖い時。怖い時があんまないんだけど、怖い話見た後とかは怖くないんだけど、そのリアルななんかさ、いや本当に何かがあるのかは知らないけど、たまたまだったとしてもそういうのが身近に起こるとちょっと怖かった。こんばんは。そうなんだよね、ネズミいないでしょう、マンションだし多分ネズミはいないでしょう。480日、イエイ。ネズミがいたら困るわ、それは一番幽霊より怖い。でもいないと思う、なんか動物系ではないかな。だから本当になんかただ単にたまたま、え、なんか落ちちゃった、たまたまなんか落ちちゃった、たまたま本当になんか重力の関係でなっちゃったのか、なんか本当にあるのか。でも今日ね塩買ってきた、怖かったから、そう塩買ってきた。なんかこれでいいのかな、わかんない、本当にただの生理現象っていうか、なんて言うんだろう、ただのあれかもしれないんだけど、なんかこう、そうただの偶然みたいな感じかもしれないんですけど、ちょっと塩も買ってきたけど、なんかこのさ塩、これが好き、この固まってる感じめっちゃ好き。そ
一人だから、なんかこういうさ塩別に家になかったんですよ。こういうなんかこういう料理にペペペってかける感じの塩しかなかったんで、ちゃんとした塩ちょっと買ってみた。なんかそう、まあね、これこんなにいっぱいあったらおにぎりにもできるし、はい塩買ってきた。しかもちゃんとジップロックあるのにしてきた。なんかジープロックのついてないバンド塩をまず買おうとしてたんですけど、あこれだと開けた時に塩がもうどうにも大変なことになるなと思って、ちゃんとジープロックつけてついてるやつにしたから。そう、まあなんかお風呂に塩入れて入れって言われたから、とりあえずあの沖縄のあのバーとかにそう言ったら、なんかお風呂にお母さんにまず言ったんですよ。そしたらお母さんがそのバーに伝えて、なのか分かんないけどお風呂に塩入れて入れってなったから、今日これを入浴剤代わりだから、まあ、追い込みだとは思うんだけど、ちょっとね念のためにね。沖縄の人詳しそうじゃんそういうの、だからちょっと信じます。詳しいのよ沖縄の人って、マジで。そうで、塩料理に使う、余った塩は料理に使う、まあ、料理するかわかんないけど肉とか、まあ、握りとかにかけてね、おにぎりっていうか米とかにかけてね。でも塩買ったのにあれ買ってくるの忘れた、めんつゆ。そう昨日ね結局そうめん食べて、ショールームした後そうめん食べたんですけど、そのめんつゆがもうなあんまなくて、まああとちょっとなんだけど、でもそうめんとか多分週2くらいで食べるからめんつゆ買わなきゃと思って完全に忘れてました。もうしばらくさ数日に1回しかスーパー行かないって決めてるのにめんつゆ買ってくるの忘れちゃって、本当に悲しい、ショックです、ショック、大変ショックです。そう、あとあと化粧水買ったんだ、さっき。もう化粧水が切れてて、化粧水買ってきた。顔には顔違う、あのひじりさ、体に塗る化粧水と顔に塗る化粧水なんか別々の使ってるんですけど、これ体にやるんだけどさ、顔に塗る方の化粧水も全然ないのに、ひじりが今日行った薬局に売ってなくて買えなかったんだよね。どうしようって感じで。あと博多城会のサイン書きする、今日まだしてないんだけど。美容に良さ、だまあ確かにあのお風呂に塩入れて入るのは美容にも良さそうだよね。なんかさ塩水っていいっていうね、海の水とかいいって聞く、なんか治療性があるみたいな、分からんけど。そうなんだよね、コロナがあの肘の地元とかは結構、まあ、どこもめっちゃ大変なんですけど、そう結構ね増えちゃっててみたいな感じだから、そうなんだよね、めっちゃもう予防っていうか、できるだけなんか予防に念する、なんていうんだろう、徹底するっていうねことしかあの肘はできないんですけど、そう予防、もう消毒もねすごいやるね、やっぱり。なんかスーパー行ったら入った時と出る時にやったりとか、そうそう、醤油とみりんを混ぜるとめんつゆだって、マジ？でも醤油全然ないんだよね、醤油とめんつゆがもう切れそうで、みりんはめっちゃある。なんか一回なんかね昔なんか作るためにみりん買ったんですよ、大学芋だったかな、かなんか作るためにみりん買って、でそれからもう全然みりんの出番がなくて、みりんだけも全然なくならないの。だからみりんは大量にある、
大量っていうかもう1本丸々ほぼ2回くらいしか作ってない。風邪予防で塩水でうがいだって、なんか喉枯れそう。逆に風邪予防なんかな、やっぱり喉がハハハってなりそう。あのあれはあるよね、うがいイソジンみたいな、あれはよくやってましたね、ちっちゃい頃。なんかインフルがめっちゃ流行った時とか、イソジンでハハハって、あとなんかちょっとインフルの時期とかになんか鼻詰まったりしたら、もう風邪絶対今免疫低いからインフルかかるよって言われて、イソジンガガガやったような、やらなかったよ。懐かしい、イソジン、イソジンっていうかイソジン限定じゃないけど、なんか喉消毒的なうがい薬みたい。あ、めっちゃカレー食べたいかも。最悪だ、明日カレー食べよう。最悪だっていうか、カレーは好きなんだけど、もうさ結構夜だからさ、明日カレー食べよう。酢物にみりん、酢物をね作らない。でもひじり、あの次スーパー行った時に、今日行っちゃったから多分数日しか行かないと思うんだけど、次スーパー行った時にあの買おうと思ってる材料を決めた、心の中に。あのホイコールを作ったことなくて、でもホイコール美味しいから、なんか作ってみようと思って自分で。だからホイコールの材料を次スーパー行った時は買う。なんか肉とか基本的に全然、肉とか野菜とかあんま買わない。野菜キャベツとかなんか一個のものしか買わないんですけど、冬は鍋するからなんか4種類の野菜とか一気に買うんだけど、なんか鍋って暑いじゃん今やると。だから全然買わなくなっちゃって、もう1種類の野菜とかしか買わなくなっちゃって、野菜全然買ってなかったり、肉も全然なんか買ってなかったりしてるので、そのホイコールを食べたいなと思って、ちょっとねやってみようと思う材料を。だから多分ひじら何日か後にホイコーローを初めて作ります。料理マジでしないんだけどね。お風呂まだ入ってないです、全然全然。そう、ホイコーローはホイコーローの元があるんだよね。てかホイコーローってなんでこんな感じ、ホイコーローってさめっちゃカタカナって感じしない、ホイコーロー。初めてホイコーローって聞いた時、料理って知らなかったんですけど、ホイコーローってカタカナで書くと思ってたの、したらまさかの漢字っていうね。ルーラーさん、タツのお図書がありがとうございます。そうだから、ホイコーローの元とホイコーローの材料たち、まあ、キャベツとか肉とか、あと何か入ってるか調べるけど、それを買って買おうと思います。何なんて調べよう。ホイコーローレシピ、ホイコーローレシピ元、ホイコーローの元、肉バラ、間違った、豚バラ肉、キャベツ、ピーマン、長ネギ、あ、長ネギいらない、キャベツ、ピーマン、豚バラ肉、少ないね、3種類なんかないかな、違うレシピ。ホイコーローってキャベツとピーマンだけなんだ。ちょっと長ネギの代わりになんか入れたい。人参とかって入れていいのかな、ちょっと長ネギ苦手なんだよね。でも全部それだ、長ネギ、キャベツ、ピーマンだ。ピーマンとキャベツ大好きなんだけど、長ネギ、もやしとか、もやしとか美味しそうじゃない、入れたら。もやしにしよう、長ネギの代わりにもやしにする。てかまあなんでもいいか、それはスーパーで決めよう。だからそれとホイコーローの元と、簡単、お家でお店みたいなホイコーロー。だからキャベツ、もやし、ピーマン、醤油も買って、
甜麺醤って何？甜麺醤って何？酒とかいじる？甘酒じゃない、あれでいいかな、あの甘酒じゃなくてあれでいいのかな、みりん、砂糖もないよ、いじる、なんか多いな、これ材料少ない、ホイコーローの素があったらさ、いらないのかな、その砂糖とか。ホイコーロー素、ちょっとショルメ何の話してるって感じだけど、あ、日本酒の代わりにさ、あのみりんって役に立つんですか、役に立つんですか、みりんはさ、お酒の代わりになるのかな、あ、玉ねぎいいね、玉ねぎは美味しそうだと思うよ、人参、玉ねぎ、まあどっちも入れるか、玉ねぎだけ今冷蔵庫にあるから、とじゃあまずもう一回、豚バラ肉、キャベツ、ピーマン、まあ、なんか人参とかで、元あとニンニクだ、ニンニクか、ニンニクチューブでも買うか、まあ、なんかオリジナリティのあるホイコーローをちょっとひじが作っていこうと思います。なんかレシピあんまりね、ちゃんとレシピ通り完璧に作ったことない。みりんは甘い、やっぱでもお酒ってさ、料理用のお酒なら買えるのかな、ひじも。みりんの甘酒、お酒の代わりになる、甘くなる、まあじゃあ代用しよう、みりんで、ね、代用品ひじりいつもさ、なんかね、そうよく代用しちゃう、料理するときすぐあの調べるの、スマホでなんちゃら何々何々代用とか、あの、ね、片栗粉、小麦粉代用とか、あ、片栗粉なんかそんな感じ、よく調べる。料理の基本はさしすせそだよ、だって、なん、どういうこと、さ、魚、し、しらす、す、すめしとか、ちょっとランキング、そろそろランキング見ます。明日何時に配信しようかな、でも朝はない、あーでも明日、ひじり明日で課題終わらせなきゃだ、ガクガクブルブル、ちょっと待って、今日の夜頑張ろう、まず明日は夜か、夕方か夜にやります。やばい、明日課題終わらせなきゃ、まあここはカツを入れてね、こう後回しにしてきて、自分を殴る気持ちで頑張ろうと思います。ちょっとね、今日は画面が暗くてごめんなさいでした、明日ちゃんと照明つけるわ。ということでランキング見ます。13位、ヒデさん、ありがとうございます。12位、カブチョロさん、ありがとうございます。11位、ヨシボウさん、ありがとうございます。10位、プリントーさん、ありがとうございます。9位、アンダハローさん、ありがとうございます。8位、ミニさん、ありがとうございます。7位、ヒッピネスさん、ありがとうございます。6位、カズさん、ありがとうございます。5位、タドの魚さん、ありがとうございます。4位、海賊さん、ありがとうございます。3位、ナカさん、ありがとうございます。2位、フットムーンさん、ありがとうございます。1位、笹場のてっちゃんさん、ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。課題頑張るぜ、課題頑張るし、ホイコーローも作り、早く食べたいわ。今日買ってくればよかった、ホイコーローのレシピ。じゃあ、ありがとうございました。